バチェロレッテシーズン3エピソード4感想動画でございます。はい、さあ来ました、梅ちゃんのホワイトローズデートでございます。はい、いやこれをね当てるか外すかでだいぶ印象変わってくるから。そうですね、吉と出るか京都出るか、あ梅ちゃんにとっては勝負どころっていうねことでございますけども、まずね一発目がヨガでしたね。おー意外でした。意外だったし正解だったね。これなんかアキさんもたまにやってて好きだみたいな、梅ちゃんの高校野球やってた時に見たらさ、呼吸を整えてとかさ、心が大事なんだみたいに気づいたみたいなさ、うん、エピソードもすごい良かったじゃん。だけどね俺ねめちゃくちゃ気になったのが、そのヨガを教えるインストラクターの女性に漂ういい女感がね気になっちゃったね。いや全然見てなかったそこ俺。途中から梅ちゃんがそっちに行かないかハラハラしたもんだ。いやいやない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 。ほっといてそっち行っちゃうんじゃないかっていうね。な何しに来たんだよ。強豪校でね、うん、あの野球やってたみたいだから言ってたね。うん、ちょっと調べちゃったもん俺も。分かったのそれで。分かりました。もうねバリバリの強豪校です。高校野球とか甲子園好きな人だったら一発で分かるような。何県ですか、当てます俺。広島県です。広陵高校ですか。はい正解です。広島って言ったらもうそこしかないもんだ。ネット上ではそういう風に出てたんですけど本当かどうかはまた。ああなるほどね。うん、なんか出てたので。これはめちゃくちゃ自慢できるよ梅ちゃんも。うん、プロ野球選手何人も輩出してるとこですから。あすごいね、もうガチだ。なんか俺の印象より良くなった。俺野球好きだから。あ、まあそうだよね。広陵高校でガチでやってたって聞いたらもういい印象しかない。そうだよね、うん、そっか、それでヨガもやってたっていうね。そうそうそう、ここ大成功じゃないですか。まずヨガが。そうだね、うん。でその後2人で料理するってなってさ、とんかつと味噌汁ね。いいね、まあ、言ってたもんね、アキさんとんかつだからカツ丼好きだみたいなことね。だからなんかいいよね。まあ、アキさんはアキさんでさ飾らないでさ、普通ならさああいう女性ってなかなかこう揚げ物とかさ軽減しそうだけどさ、ああ確かに喜んで食べる姿ってなんかやっぱ可愛いなと思ったわ。あそこだって宇宙食食べてたらちょっと違うもんね。だってねアキさんに合わせすぎだもんねそれは。それはダサい、めちゃくちゃダサい。あのね揚げたエプロンも宇宙服みたいになってたらちょっと寄せすぎだもんね。寄せすぎだし。もうダメ、失格よその時点で。失格になっちゃうもんね。であのエプロンもよかったよ、自分で刺繍秋っていうさ可愛かった。愛のとこが白いバラになってて、でなんかあのね茎のとこ緑の糸がないから草をなんかこうすりつけて色つけて緑にしたみたいな、よくあんな綺麗な色になったなっていうね、うん、あれはもうやっぱりあのバリバリ高校球児だったからできることだよ。梅ちゃんは1年生の時にボロボロになった公式ボールをこうやって縫ってたはずだから。でそこで培ったんだあれは。で白いユニフォームも芝生の上でスライディングしてすりつけるとつく白いユニフォームが緑になるってのを知ってたから、うん、それをひらめいたんだ。草で白は白くなると生きたね。じゃあその広陵高校の経験が。そうですね。でなんか料理してる時も2人で仲良く笑いながらさ作ってさいい感じでさ、で一方その頃串は串田うどんを開業してね。汗すっごいかいてみんなのためにうどんこれてさびっちゃびちゃになってたね。びっちゃびちゃになってた。素晴らしいよあれは。串は串で、うん、で完成した梅ちゃんのとんかつもアキさんのこの胃袋つかんじゃってさ、うん、なんか会話もしっかりしてて梅ちゃんね、うん、自分の考えとか気持ちもさちゃんとこう言葉にして伝えられるじゃん相手に。そうだね、うん、なんか野球バカじゃないじゃんそう考えると。まあそうだね、なんかすごいなと思ったのと、あとね未だに敬語っていうのも。そう俺ちょっとね、うん、気になってたんだよそこ。そうそう気になるんだけど、うん、なんかそれすらさ後にタメ語に切り替わった瞬間にさまた一段階恋のステージが上がるきっかけになりそうな感じしない？うわそう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 、どのタイミングで変わるかっていうところ。ただね、うん、なかなか抜けないよ。あーやっぱりバリバリの高校球児やってたからもう。そっかその癖か。そう敬語は絶対だからね、先輩とか監督さん部長さん。ああそっか、距離感のある敬語じゃないんだよね多分。もう染みついた敬語なんだよ。染みついてる、あの緑と一緒。なかなか落ちないあれは。そう歌丸石鹸じゃなきゃ落ちないもんあれ。でもそれが取れた時は本物だよねじゃあね。そうだね、うん。そして初のサプライズローズ。いやもらうよね、あやっぱりあそこまで成功するとね。これでもらえなかったらどうすんだ状態だからね。どうすればもらえるんだって。
状態だったから、うん、もらえて一安心っていうかさ、よかった、アキさんもルール知ってたからよかったわ。もうサプライズノーズもう知らないんじゃないかなと思ってドキドキしてる。いや坂東さん来い、そしたらバチョレってあのこれにお気継ぎでしょうか、来ないとこのローズにお気継ぎでしょうか、来ないとさただね、この梅ちゃんのデートプランすごい良かったんだけど、気になった点がねあるんですよ俺。何？結構さ、ホワイトローズもらってから時間あったじゃん。でいっぱい考えてるみたいなさ、梅ちゃんもみんなに相談してとか、うん、坂東さんと下見してとかさ、時間かけて作ったデートプラン、ヨガしてとんかつ食べるだけかいっていうねこっちの勝手な勘違いだけど、一日中デートするのかと思ってた俺は。ああまあ俺もそう思ってた、うん、夜までだから夜景とか見たりとか、うん、なんか花火上げたりとか、ヘリコプターで夜空見に行ったりとか、なんかあんのかなって勝手に思っちゃってたから、うんうんうん、午前中だけみたいな健全なね、そこがちょっとまあ気になったんだけど、それにしても梅ちゃんナイスデートだったなっていうね。そうだね、あの多分そういうまったりっていうか、こうムードある方がアキさんちょっと苦手なんじゃない？なんか今回のバチェローって見てると逆に良かったんじゃない？ で梅ちゃんデートが終わり、今度夜のツーショットデートよ。忙しいね、はい、アキさん。二股ですよ。いいいいんだよ、そういう番組なんだから。いいのよ、合法二股だから。合法ってわざわざつけなくて。またじゃないの、うん。そういう番組だからね、いいんですけど、うん、選ばれたのがクッシー。ってことで、うん、なんかね2人でクモの巣みたいなところに寝転んでさ、クモの巣に引っかかった人間みたいな感じで別に捕食される寸前じゃないかなんかまったりしながらさ、トークしてさ、ゆったりした時間が流れてくるよ。なんかでクッシーの価値観の話がさ、すごいなんか睡眠効果が高いっていうかさ眠くなるんじゃないなんか癒されてる感じ、なんか声のトーンとか、うんうんうん、テンポとか声質とかさ、なんかすごいさ心地いいっていうかさ、映像の方もさ、もう2人映さないでさ、海とか雲とか、うん、なんか自然の映像に切り替わっちゃったナレーションクッシーみたいな感じで、の途中ディスカバリーチャンネルかなと思ってそうそうそう、途中から何の番組見てんだろうなみたいな錯覚がありましたけど、うん、でもすごいクッシーの考えとか価値観とかがあってさ、アキさんと、うんうん、クッシーもサプライズローズゲットですよ。はいはい、まあよかった。じゃああの空気感というかね、なんか一回誤解があって、それをまあお互い誤解が解けて、ちょっとねさらにこう深まったというか。そうね、うん、いい乱高下。そうだよ、だからジェットコースター坂口さんとは違うのよ、コースが。そうだね、クッシーのジェットコースターは下がるんだけどすぐ上がったみたいな。でアキさんの方からさ、なんかクッシーのさ恋愛におけるやる気スイッチを押してきたでしょ。でこっからクッシーがどう行動するか、うん、言動をどうするかを見たいみたいな、うん、自分の気持ちも確かめてみるって言ってたからね。これ見ものだよ、今後のクッシー。もう毎日うどんこねなきゃないよ、もう。いやこねなくていいよ別に、そこセロトニンうどんなんかやばそうなの入ってそうだやばくないでしょ、ここで伏線回収ですよ。でまあクッシーのデートも終わり、坂東さんからここでとんでもない発表がありました。まあ、毎回ねこのシリーズである2 on 1デートね、なんと今回立候補制っていう初の、これ行くか迷うよ。これチャンスがない人はもう行かざるを得ないから、酷だよ。そうだよ、あの現状の立ち位置によるもんね、自分のね、うん、チャンスが少ないといえば小川さん北森さんなわけじゃん、今いるメンバーで言うと。ここの2人はもう行った方がいいっていうか、行かなきゃみたいになるでしょう。まずでその他にグループデートに行ったさ3人、飯野さん坂口さん山本さんのうち通所に選ばれなかった人も行きたくなるだろうしね。そうなの、そうなの、よくできてんなと思って。よくできこれ誰が考えたの、このアキさんが提案したのかな、立候補制にしたいってじゃないの。だからみんなの覚悟を知りたいっていうところも。いやでも黒幕坂東さんだろ違うだろ別にフィクサー坂東だって絶対。いや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 、坂東さんそこまでしないからそっか、だからどうなるのかっていうね。まあでもここまで残ってさ、やっぱり全然アキさんに気持ちがないっていうのもアキさん自身嫌じゃない。結局もちろんそうよ、ここまで残ってさ、セバスチャンみたいになるのもさ、ローズの無駄遣いになっちゃうから、まあそういう意味では強制的に知る意味では効果的なんじゃない。確かにアキさんうまいよな。でまあそういう発表があり、まあ、その間にグループデートが始まっていくんですけど、はい、アキさんに洋服を選ぶっていう、これも毎回あるショッピングデートになるのよ。飯野さん坂口さん山本さんが服を選ぶで、テーマがあって、うん、まあ、結婚して3年後の休日みたいな、
テーマで服を選んでほしいっていうね、うん、これむずいよこれ。3年目なんて普通の夫婦だったらもうジャージだからそうだ、ね、3年後の休日なんて、あじゃあおしゃれしない、おしゃれしないも3年後は。 1,2 年目だったらまだね、初々しくおしゃれして出かけたいみたいなのあるけど、3年目なんてもうジャージ着てコーラ飲んでポテチ食うぐらいしかないから、ね、寝巻きのまんまじゃねえか、うん、ガルフィーでね、ガルフィーかどうかは知らんわ犬のマークかどうかは知らんけど、キティちゃんのサンダル履いてドンキホーテ行くしかないんだからヤンキー夫婦になってんじゃねえかでそれで選ばなきゃないって言って最初坂口さんコーデ発表するんだけどさ、うん、あれ休日に着るかな。だからまあ一応デートっていうね言い訳はしてましたけど、あんなんでデート行ったらいろんなもん引っかかっちゃうよあの羽にあんなさジュディ・オングじゃあるまいし、うん、そうなのよ。いやでもあのひまわりの黄色、自分が秋さんにあげたひまわりの黄色が入ってるっていう意味はまあいいかなとは思ったけどね、うん、で次が山本さんよ、うん、まあなんかドレスアップ大作戦みたいなね感じでさ、もういいよなと思ったらその記念日とかそういう休日にそこはおしゃれしてパッとやろうみたいなね、説明もなんかああいいかもなみたいな感じはしたけど、うん、まあ無難な感じかここはね。だからあの今回の旅でもまあ着てたような服だよね。ちょっと ゴージャスな、あ、うん、ドレスアップ的なね。そうそうそう。で次飯野さん、なんかロマンチストだな、いちいち飯野さんはそのプランとかもさストーリーをさ考えてくるでしょ。だから上手だよねやっぱりビオラ奏者って。だからさ、だからそこにもかけてたじゃん。なんか、うん、秋さんの服が花柄でそれを支えるね、は書いてないけど植物で合わせて、でもほらビオラっていうのは他の楽器を引き立たせるような、ね、楽器だからっていう自分にもかかってるし、なんかストーリーもそうじゃん。だから音楽と一緒なんだと思って、その音楽にもストーリーがあったり物語があったりするじゃない。そこを自分のフィールドにこう引き込んでくる力すげえなと思って。確かに。でも正直あの3着の中で普通に一番可愛かった、あの飯野さんが選んだ服が。ああ確かにね、うん、この物語とか、うん、もうテーマとか関係なく一番秋さんに似合ってたわと思って。似合ってた、うん、ただその服を着てる秋さんを見る飯野さんの目が怖い。うん、黒目動いてなかった。そろそろ言うよ俺、秋さん逃げてって食われる前じゃねえか俺がゾンビになる前になるよまあでも一番だからこの3人の中で客観的に見ても一番良かったよね。そうだね。でもちろん通称にも選ばれるわけよ飯野さんが、うん、で蚊に刺されデート違う、デート中に刺されてたわけじゃないでもあのエピソードすごくないかい飯野さんの。おやで、なんだっけ、みんなに迷惑かけたくないからっつって、そこで寝て、3時まで。で、3時から。何それ。ね、5時まではビラの中で寝て、5時からプール行くっつって。いや、でも、本当何それだし、俺は逆にそこでやりすぎじゃねえと思ったの。周りが逆に気使うってこと？そう、そこまでやられると。あ、それを知っちゃうとね。うん。そんなにいびきでかいんかいってね。そっちは気になるよ。無呼吸症候群とかなのかなとかね。気になっちゃうよ。そうだね。ただ優しすぎるから、もっと自分を大切にっていうのは本当にそう思うよね、これ。そうだね。だから逆になんか自分で決断できない、誰かがいないと輝かないのかなと思って。まあそうやってね、まあビオラもそうだけど、やっぱ飯野さん自身だけでもっとソロで頑張ってほしいっていうかさ。だって最終的には一人しか選ばれないんだから、うん、ここでやっぱりこう一人の魅力、誰かと誰かとのエピソードじゃなくて飯野さんだけのエピソードで勝負してほしいなと思う。ここからはもう優しさは十分伝わってるから。伝わった。あと目が怖いこと、うん、そうで、まあ飯野さんのデートが終わり、一方その頃 2on1 会議、これちょっとどうなる、これ山本乱舞幕開けだよこれ。いや行きたいと。まあでもほら今回グループデートに呼ばれなかったね、小川さんも北森さんも。優先順位で言ったらその2人よ。でも普通に考えたら、うん、でそのさ山本さんが言ってた理由に対して梅ちゃんが突っかかっていったでしょ。どう思う島田さん的なあの山本さんの意見。どうしても言いたいことがあるって言ったことでしょ。なんか小学生の頃ちょっとこう野球やってて、うんうん、余計な一言言ってそこからはぶられてとかっていう話だったけど、それを全部踏まえて聞いた上で俺は知らんがなでしたけど
関係ないじゃん、アキさんと思って。関係ないよ、うん、自分のだからね。梅ちゃんも言ってたけど、そう、俺はあの時点で梅ちゃんが言ったことが正論というか、俺も同じ意見。そうだよね、だから梅ちゃんに正論言われすぎてどうしようもない感じになってるもんだって。山本さんそれ刺さらなかったっすねみたいなこと言ってたけど、本当は山本さん心にピシ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 来てたと思うよ。そう、分かってるけどもう引き下がれない状態になっちゃってる、ね、あもうずっとピシ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 来てた。いやいやアキさん言えなかった、アキさんボイスパーカッション言えなかったやつ。これやっぱそうでしょ、君高さんもそうでしょ。いや俺も全然梅ちゃんが言うだって、自分のトラウマをここに持ち込むなっていうね。そうそう、アキさん関係ないし、ただ言われたからってね、それをそうさせてきたのは自分だし、自業自得なわけだし、うん、それはねもう自分との戦いだから、アキさんとの恋愛は関係ないっていう。だからさ、その会話で生まれたちょっとした亀裂、クッシーとアキさんはすぐ修正したじゃん、二人でさ。それを見習えと、山本さんもそれを気にしてずっとツーショットの時じゃないと言わないみたいな、さ意地になってるからこうなっちゃうってことじゃんこれ。そうだね、だからこれ今回決まんなかったじゃん、誰が行くかっていうのは、うんうん、じゃ次回で決まって2 on 1始まるんだろうけど、うん、今の俺の気持ち的には、うん、やっぱ小川さん北森さんに普通にそのまま行ってほしいって思う。そうだね、俺もそう思う。もしくは山本さんがこじ開けて行ったとしたら、うん、知ってほしい。あーそうだね、立候補、山本さんの立候補はただのエゴだからなと思って、アキさんのことは考えてねえなっていう、だから伝わっちゃうんじゃない、うん、多分もしそうなったとしたらアキさんにも。いやそう思うよ、その話しに来たのって言われちゃいそう、もし山本さんが言ったら。そうだね、まあ、あとは大穴で梅ちゃんとクッシーに行ってほしい、通報は。はいはいはい、あのロープもらってるけどここで畳みかけるっていうね、この2人並ぶことは多分ないだろうけど、ここであえてクッシーが行ったら相当プラスになると思うんだよね。あ、もうスイッチ入れてきたのねっていう風にアキさんも捉えられるじゃん。あ、いいね。そうそうそう、クッシー VS 山本みたいよね。そうだね、もしかしたら梅ちゃん VS 山本、梅ちゃん VS 山本の野球対決いや完全に梅ちゃん勝つからもう広陵高校でやってたんだからいやでも山本さんも小学校の時野球やってたからいやレベルが全然違うよ地獄の高校3年間だよ強豪校は。いやどうなるかだね、ここちょっと楽しみだね。じゃあね、そうだね、まあ、エピソード4の感想はこんな感じですかね。じゃあ皆さんからの感想もコメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。